エウゼビグエグエイハクエウゼビグエイバシガルーピ、またはアウゼビグエイバシガルーピは、スペインの実業家、政治家。グエルという表記は、カスティリア語読みに由来する。バルセロナで生まれた。彼の父ジュアン・グエイ・ファレエは、トラダンバーラ出身で、キューバ滞在中に、相当な財産を築き、バルセロナへ戻ってから、多様な事業を促進した。 母フランシスカ・バシガルーピは、18世紀後半に、バルセロナへ移住したジェノバ商人の一族出身で、彼女の兄は、バルセロナ、サンツムンジュイック地区で、織物工場を所有していた。父ジョアンと同じように、エウゼビ・グエーは、会社を新設するというビジネスに心血を注いだ。その後に、グエークとなるエウゼビは、裕福であった一族の一員であったことから、バルセロナ、 フランス、イギリスで、法学、経済学、応用科学を学ぶことができた。実業家、フェラン・アルシナーと協力して、サンタ・クローマダ・サルバリオにおいて、コーデュロイ工場をはじめ、これは、後のコロニャクへ教会の基礎となった。後の1901年、カステラー日本橋を置くアスファルトポートランド・アシュランド、総合会社を起こした。そしてまた、妻、イサベルの一族の会社、 イスパのコロニアル銀行、フィリピーナスタバコ会社の重役となった。1910年、コローニアグエーを訪問した、サイノガウディとグエーエユゼビグエーは、政治の世界に身を投じ、また文化活動の広い分野に関係していた。1875年には、バルセロナ市議員に選出され、1878年には、衆議会議員となり、スペイン上院議員となった。彼は、 カタルーニャの文化講演者として、積極的で、サンジョルディ王立美術アカデミー会員となり、カタルーニャ主義者の団体セントラカタラーの総裁となった。建築家、アントニガウリと信仰を結び、彼の生涯最大の講演者となったために、彼ら二人の名前は国際的に知られるようになった。グエー講演、コロニアグエル教会、グエーテー、グエーベテーである。 1918年7月8日、グエーはグエー公園内の自宅で死去した。彼は広範囲の文化に関心を示した人物で、数カ国語に翻訳されるほどの著作を持っていた。アルフォンソ13世は外国で成した富を用いて、グエーがスペイン経済に貢献したことを称え、彼を貴族の列に除すことにした。その後の結婚によって、グエー家の子孫は現在、 コミラス公の称号を名乗っている。実業家、政治家であるエウゼビグエーの名に対し、グエイ博の称号が授けられた。数年後、アルフォンソ13世は、グエーの子供たちへ死尺と男爵の称号を与えた。これに感謝して、グエーの子供たちは、王、OK、ーペドラルベス王宮を献上した。ありがとうございます。